お前が一緒にいてくれるんだ。きっとドゥルーたちも文句は言うまい。ああ、一緒に行こう。気持ちのいい場所だな。どこまでもかけて行けそうな気がする。子供の相手はやはり得意ではないな。少し加減を誤ればと思うと怖くて。ありがとう。敵陣に短期で切り込むのは心が躍るな。指揮官の首を取れば戦いも早く終わる。馬はあまり名前で呼びたくないんだ。思い入れを抱くと死んだ時に辛いから。ああ。ここ最近はかなり立て込んでいてな。疲れが出ているならきっとそのせいだ。ああ、何？そうか。こうして髪を束ねていると戦場で邪魔にならなくていいな。なんだ？鎧を着たまま泳ぐのは骨が折れるよな。訓練も過酷だった。思い出したくもない。おい、よし、調子はどうだ？お前か。ありがとう。おかげで楽しい時間を過ごせた。俺でよければ付き合うな。ああ、構わんが。場所だ。いずれ陛下もお連れしたい。ロドリグ殿ほど真の置ける方はいない。ナスカーとの折衝では何度も助けられた。そうだな。幼い頃は当たり前のように親の後を継ぎ鍛冶屋になるものだと思っていた。
セイロス教を信じてはいないが、女神がいるのなら陛下の無事だけを願おう。まじまじと顔を見られるのはいい気分のするものではないな。どうした？よかった。ああ。どうした？そこまで珍しいか？どうした？陛下をお守りするにはまだ足りん。もっと鍛えなければならん。そうか。ああ、よかった。楽しい時間だった。まあ、たまには遠乗りもいいだろう。それで、行き先はどこだ？まあ、構わんが。剣の稽古にはうってつけだな。お前もいい場所を見つけたものだ。ゴーティエ領は土地柄酪農が盛んでな、うちの領地にもそうした強みが欲しい。わざわざそれを話して何になる。昔の話が聞きたいのならイノシシにでも聞け。ああ、腹が減っては戦などできんというが、今年の収穫は一体どうなることか。そうだな。おい、人の顔をジロジロと何のようだ。言いたいことがあるならはっきり言え。何かあったか？おお。は？ああ、なんだ、埃でもついているのか？正直な話、もう少し軽い装束をあつらえてもらうべきだったかもしれん。悪くないな。働きすぎるなよ。正直な話、
たまにはこうして出かけるのも悪くないかもしれんな。お待たせ。遠乗りだなんて楽しみだな。わかった、行こうか。静かで落ち着く場所だね。いい天気だし気持ちがいいよ。貧民だった僕がここで戦ってるなんて、時々全部夢なんじゃないかって思うんだ。ありがとう。悩みか。複雑な算術が苦手なんだよね。例えば砲台の射出角の計算とか。やった。もう父さんの声も覚えてないのに、不思議と料理の味や思い出は覚えてるんだよね。人の目を見て話し続けるって難しいよね。つい途中でそらしたくなっちゃうよ。そうだね。何かな。そんなの。元気？髪、そろそろ切った方がいいかな。いや、2年間頑張ってきたつもりだけど、結局あんまり大きくはなれなかったな。へえ。もう調子良さそうだね。髪、お疲れ様。一緒に過ごせて嬉しかったよ。待たせちまって悪かったな。さて、それじゃあ出かけるとしますか。ああ、付き合うぜ。ここは人の声もしなくて静かだな。寝転がったらすぐに寝ちまいそうだ。イングリッドはああ見えて結構繊細なんだ。あんまりいじめてやらないでくれよ。ありがとな。兄上とは母親が違うんだよ。貴族の家じゃよくあることさ。あのまま精神の説まで在学できていたら
舞踏会も催されたらしいぜ。はあ、頼んだ。話をするときは相手の目を見て話せ。ガキの頃よく父上に言われたっけ。どうした？やるな。おお。騎馬隊を率いて戦場に出ると土煙やら砂やらで髪がボサボサになるんだよな。おう、鎧の手入れは骨が折れるんだよ。錆びないように気を使わないといけないし。おう、おう、やるな。ありがとな。また誘ってくれよ。たまには遠乗りもいいわね。どこへ行きましょうか。行きましょうか。落ち着くわね。ずっとここにいたくなっちゃうわ。お母様、元気にしているかしら。時々お手紙が届くのよ。いろんなお菓子を作りたいけれど、食材が手に入らないのが悩ましいわね。そうね、お買い物に行きたいわ。お菓子の材料にお化粧道具、欲しいものがたくさんあるの。その顔、何か話があるのかしら。話してみてちょうだい。何でも聞くわ。こんにちは。ええ、まあ、あんまり髪の手入れができていないの。最近は忙しいものね。ええ、せっかくのお出かけなんだもの、もっとおしゃれしてくるべきだったかしら。ええ、何かしら。ええ。
どうもありがとう。また一緒に出かけましょうね。誘ってもらえて嬉しいよ。じゃあどこに行こっか。いいよ、一緒に行こう。なんだか落ち着く場所だね。風が気持ちいいよ。その歌、あなたが考えたの？私にも教えてほしいな。私の背がもうちょっと大きかったら、重たい斧も簡単に振り回せたのかな。頑張ろう。初めて魔法を使った時、父さんたら大喜びで頑張ろうって思えたんだよね。お休みの日って何をしていいかわからなくって落ち着かないんだよね。髪の毛が邪魔になるの。こうやってまとめておかないとね。もっと可愛い服も持ってるんだけど、私よく裾を踏んづけちゃうから。何かな。元気そうだね。ありがとう。こんなに楽しかったのは久しぶりかも。お待たせしてすみません。さあ行きましょう。同行しましょう。すがすがしいですね。馬に乗ってかけたら気持ちよさそうです。私も頑張らなくては。陛下やフェリクスが立派に務めを果たしているのですから。私の両親や兄に会ったことはありますか？王都にも何度か顔を出しているはずですが。
そう。もしも2年前の自分に会えたなら、伝えたいことがたくさんあります。そうそう、あえて化粧をしようという気にはなれませんね。無論必要ならばしますが。あら、はい、そうですか。戦いなのですし、長い髪など邪魔でしょ。このくらいが一番扱いやすいのです。見事ですね。帝国や同盟の装束を見ていると、冬場寒くないのかと思ってしまいます。ご用でしょうか、ご用でしょうか。はい。帝国や同盟、楽しかったです。誘ってくれてありがとうございました。待たせてしまいましたかな。それでは行きましょうか。同行しましょう。落ち着く場所ですね。ここにはよく来るのですか。確かにせがれには腕を磨けと言ってきましたが、あそこまで剣一辺倒に育つとは。なるほど。昔酔った辺境伯が戦王陛下に。おっと、この話はやめておきましょう。困りましたな。我が国には理想や変革を歌うよりも先に踏まねばならん段階があるのですよ。感謝します。私も結構な年ですからね。鏡を見るたび自分でも驚いてしまいますよ。ああ、なるほど。おや、どうしたのです。あまりじっと見られると照れますね。何でしょう。爵位を返上した今、本来ならこの街灯も脱ぎ捨てるべきだったのでしょうが。何か。なるほど。どうも。調子はどうです。
おかげで楽しい時間を過ごせましたよ。感謝します。